の仕方はこっちの第一原理計算入門の方の Ubuntu って書かれた、のがここにあります。で、まあ 12.04 とかがいいかなと思ってます。あ、バージョンは違っても大体 Ubuntu だったら Ubuntu のやつですね。まあこれが一般的じゃないかなと思います。これでこの下のところのこの部分がまあ重要ですね。インストールをやってみます。じゃあちょっとやってみましょう。まず、ダッシュホームで、ターミナルと入れます。で、ターミナル出ますので、これをこちらに入れてください。で、これをグググッと上の方に持ってきます。あ、こっちの方が使いやすいですからね。こういうふうにしてます。で、これボタンを押します。で、まず一番最初にやることはこれです。sudo apt-get。まあ、これめんどくさければ、このままコピーをペーストして、でボタンポチッと押します。で、Ubuntu 入れるときに入れた、パスワードを入れてます。個人個人で決めたやつですね。で、これやらないと、最新の実態にならなくて、必要なプログラムが入りません。で、この後、他のものも順番にやっていけばいいです。この、sudo というのは、これは管理者権限で行いますよということですね。スーパーバイザーの do ということですね。で、apt-get インストールはもうこれは、この定型句で、もうこれでインストールしますよということになっています。で、この後にどんなプログラム、コードを、アプリケーションをインストールするかということですね。で、これは C シェルを入れますよということになっています。でもこれ、まず C シェル。これ順番は関係ないです。好きなものを入れて、好きな方から入れてください。で、これが C シェルの改良、ティッシュですね。で、インテルのフォートライン入れるのに大事な、この G++。あ、しまった。ソーリー。もう一回やりましょう。ペーストでこうと。で、これを Y を押してください。で、これと。どんどん入れていきます。どんどん入れていきます。これも Y。で、これは lib ってついてますんで、これライブラリーのことです。なので GCC っていう、C 言語のコンパイラーを動かすのに必要なライブラリーとインストールしますね。結構かかりますね。で、次に、new plot。これは、画像を表示するためのプログラムですね。次に、ティックル入れます。で、TK 入れます。お、地震が起きましたね。あら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 。これはやばいな。私も死ぬかな。そして、グレイス入れます。このライトっていうのは、K ライトと K イトっていうのは、プログラムプロトソフトですんで、関係ないですね。もう飛ばしていいです。で、グレイス入れます。フェイスとエンター。まあ、基本的にこんな感じで、プログラムをインストールすればいいです。まあ、他の方法もありますし、こちらに書いてある方法も試してもらえばと思います。まあ、今回ちょっとこれで終わります。これで次回からは、インテルフォートランインストールします。